氷ョ書店は、有限会社氷ョが、鹿児島県鹿児島市西田に丁目にて営業していた、コミック専門店、アニメショップである。書店の開業を考えていた創業者が、当時閉店を予定していた同盟の書店を引き継ぐ、形で1986年に創業したと、公式サイトにおいて述べている。近隣に進出した大型書店との差別化のため、1997年から、 漫画専門店に転換。1999年4月には、東仙国町に出店した。1998年11月、南日本新聞の記事で、他の本屋で扱っていないようなマニア向けの本を主力商品とし、一部のファンには強く支持され、口コミで知った客が、市外は、もちろん、熊本、宮崎からも訪ねてくる書店として掲載された。 また、2012年2月にも、同式時で、宮崎など県外からも客が訪れる書店として、掲載された。新世紀エヴァンゲリオンを、鹿児島県で放送するよう求める署名活動を、顧客とともに、街頭で展開したことがあるほか、スポンサーとして、もやしもん、さよなら絶望先生といった番組を提供したことも、ある。2016年2月に入り、 出版取り継ぎ業者の対応者が自主廃業の準備に入ったことに伴い、既存契約の条件で取引可能な取り継ぎ業者が見つからなかったことから、今後の店舗営業が困難と判断、店頭小売りから撤退し、同年2月14日をもって既存店舗を閉店すると公式ツイッターで発表した。以後、通信販売業務に特化して事業を継続していたが、 2021年3月1日をもって楽天市場でのサービスも終了した。現在は地域サイト運営事業にシフトしている。ありがとうございます。